早く逃げないとやけどしちゃうわよ。くそ、あの女見境なしだ。だったら早くあの人間たちを捕まえなさい。私、手加減とか苦手だから。知っているでしょう？もう、そっちの人間たち、早く捕まってよ！好き勝手に言ってるんじゃないわよ、かな！感がなくなるのよ、あんたたちが喋ると。今のうちに何か逃げる手立てを考えないといけないんだが。浅木先生、大丈夫ですか？ええ、大丈夫。戦闘を継続することに問題はないわ。沼程度なら大丈夫なようだな。アスタロドと正面からぶつかるのはもう無理だ。このままじゃ逃げ続けるのも難しいか。なんとか少しでも奴の足を止めないと。だがこちらで遠距離攻撃ができるのは雪風だけだぞ。エミリーの軍用ドローンはバッテリー切れだからな。役立たずでごめんなさい。気が抜ける。しょうがない、私が盾になって奴に一撃を入れてやる。可能なんですか？確率という話ならばかなり低い。ほーら、ムマたち、いつまでノロノロとしているの？急いでタイマニンを捕まえないと。私の炎があなたたちを焼き殺しちゃうわよ。やー、ちょ、ご主人様、熱い熱い。わかりました、わかりましたから。ちっ、あの女、味方のムマに炎を向けて無理やり従えているのか。みんな、今度のは少し勢いあるぞ。まったく、まだ実力差がわからないか、ムマども。だって、あんたたちを捕まえないと私たちが燃やされちゃうんだもん。そうよそうよ、そっちを捕まったらどうなっちゃうんだろう。まあ死なないんじゃないかな。うん、あの怪物が信用できるものか。魔族に捕まったタイマニンがどうなるかは私たちは皆理解している。その上でここにいて今は逃げているのだ。お前たちのように相手の言葉に右往左往する者とは覚悟が違うのだ。タイマニンを甘く見るなよ、ムマども。ちょっと怖いけど行くよみんな。おー、
をつけてください。スー・ジンレイ、行くぞ。深淵化発端、ヒック・ニルホン潜在入力踏み潰す。ラクリアソン、フッフッフッタッフッタッ。フッ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 するぞ。